いしょうま。緊張したヒロインタビュー。いやーまあまあでも、もう4戦目、3戦目ぐらいの気持ちはだいぶ落ち着いてます。嬉しい？嬉しいです。ちょっとウィニングボール持ってないと嬉しいです、はい。どうしますか？これはもう父親に今すぐ渡しに行きたいです。じゃあ渡してあげてください。はい、おぎー。あーです。ラバテラ。あーだ。頑張って。バリ。ナイスバッティングした。だいぶ状態も。あちょっと。ちょっと、はい、ちょっとここからだね、ここからです、はい、じゃあまたレギュラーシーズンでも、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。よかったー、どうした、おめでとう、やっと来た、おめでとう、嬉しいです、はい、お疲れ様でした。ナイスピッチャーでナイスリード、ありがとうございます。まずはリードした佐藤選手、佐藤、両方とも佐藤ですけど、トシタ選手から。おめでとう。ありがとうございます。さすがです。立ち上げはどんなこと気をつけたの？リードする側としては。そうですね、前回登板と変わらずに、攻めるとこ攻めて、引くとこ引く。まあ、その2つをちょっと意識して、入れたことが良かったんじゃないかなと思います。やっぱりカーブは今日もうまく決まってたよね。そうですね、やっぱり一番いい球だと思ってるんで、カーブの緩急の使い方。で、両サイド投げれるから。うん、そこにちゃんと行けば、今度チェンジアップも生きてくるし、まあ、それができるピッチャーなので、すごい自分としては組みやすいですね。ショーンはどうですか、トシちゃんのリードは。いやすぐ返してくれるんで、返球を。ああ。やっぱ投げやすいです、リズムよく投げる。ああ、そういう、なるほどね。配球のこととか言ってほしかったですね。まあでもそういうとこも、ああそういうのもあるんだって感じるよね。まあ、そうですね。どう、でも去年もずっとファームでもリード滑ってるじゃん、はい、そういう意味じゃすごく自分のことを分かってくれてるっていうか、やっぱ投げやすいですね、はい、去年1年間何試合かも一緒にやらせてもらって、悪いとこもいいとこも知ってるので投げやすいです。どうしてこれアマチュア試合対戦はあるの？多分練習試合、練習試合、はい、うん、俺自分が完封しました。俺出てた、出てました、忘れたっす。打たれたの、それとも大学初完封の試合ですね。へぇー、え、練習試合、練習試合、あ、練習試合か、はい、覚えてない、ごめん打ってた、俺、打ってない、いや、1本打たれたっすね、打たれたんや、多分あ、よかった、打っといて、6回はちょっと持ってなかった。そうですね、ちょっとやっぱどうせ投げるなら完封してほしいなと思ってたんで。だちょっとちょっと自分がよく書いちゃったっすね、そこは。なんで次はもう7回頑張ってもらおうっていうぐらいでリードしていきたいなと思います。了解です。じゃあ最後に、あ、リーグ戦再開するんで、エール交換みたいな、お互いに、うん、そしたらどう、次はどんな感じで、あ、もう次はもう完封とは言わず、5回無失点でしっかり頑張ってもらえるように自分もリードしたいと思います。そうですね、やっぱトシヤさんにはバッティングもしっかり打ってもらいたいんで。そうだね、援護点ね。そうですね、トシヤさんホームラン打って2人でお立ち台に立てる。ああ、いいね、いいね、ダブル佐藤で、はい、佐藤バッテリーね、頑張ろうか。じゃあ、じゃあお疲れ様でした。